に柳の木を使って細かい部分を磨く。揺るぎない手作りの芸が生かされる。夜叉染め。根付けは夜叉節の実の天然染料を用いて色付けされる。夜叉節の実をとろ火で7時間から8時間近く煮出す。夜叉節の実は鉄分を嫌うため銅鍋か放浪鍋で沸かす。墨刺し。墨を塗り、古色を出す。日本の工芸を支えるものは、まさに手仕事である。艶出し。材質を傷めないようトノコ、ツノコで丹念に磨き上げ艶を出す。桜井さんは消極的な継承者ではない。江戸町人の心を今に脈々と伝える継承者である。その職人芸の技術に支えられ根付の美しさは育つ。